にいぶし銀であります。この男、貝の怪力井上雅夫が入ってまいります。締め落とし系を今日も見せるのか。アマルスの神様本田多門の入場であります。打ち鳴らせ、今ゴングだ。さあ、放送席は桃田さんにおいでいただきました。両者の表情なんですがね、どのようにご覧になりますか。まあ、両選手ともいい顔してますよね。体調もいい証拠じゃないでしょうか。となりますと、いい試合を期待したいところですね。そうですね、期待できるんじゃないでしょうか。打ち込んでまいります。フロントに捉えます。打たせません。肘を打ち込んでまいります。グラウンドでの攻防に持っていきます。ロープブレイクです。ロックアップ、肩固めで頸動脈を締めていきます。ロープに逃れました。あっと、そのまま倒します。腕をフックします。エルボー抱えます。させません。フロントからのキック、鉄拳を見舞います。掴みます。ハンマーを振りかざします。掴んだ。キックで返します。組みに行きます。コーナーに振った。ラリアット投げ倒し。さあ、山梨県が誇ります貝の怪力であります井上雅夫。井上の代名詞、担ぐぞーのアピールから繰り出すアルゼンチンバックブリーカー、そのおなじみのサインが飛び出す時、リングには井上山脈だ。蹴ってまいります。組み合います。肩固めの体勢に持っていきます。ロープにブレイクしました。キックを打っていきます。掴みます。いやらしい攻めを見せてまいります。足を抱えます。そのまま倒してまいります。こういうペースの持っていき方はうまいですよね。これで自分のペースに持っていきたいところですよね。チェンジオフペースといったところですね。掴んだ。逆に返します。行くのか。対角線に飛ばした。コーナーに打ち据えてまいります。足を取ります。パンチで返します。組み合います。さあ、粘着質よろしく、締めに転じてまいります。ロープブレイク。あっと、キャッチした。させません。蹴りを見舞ってまいります。組みに行きます。パンチで返します。腕をフックします。耐えます。掴んだ。ラフに転じてまいります。フロントに捉えます。スロイダー気味に投げてまいります。ネックブレイカードロップ。連携 SDF ダモンズシューターであります。ロープブレイク。ロープに振って蹴ってまいります。ブレンバスターに取ります。ストマックへの攻撃であります。巻き投げで切り返します。腕不思議に取ります。ドームに逃れました。行くのか。返してまいります。
に締め上げてまいります。ロープブレイクです。ロックアップ、逆に倒します。腕不思議に取ります。ロープにブレイクしました。掴みます。キックで返します。抱えます。フロントからのスープレックスに転じます。この辺りどうでしょうか。まだ完全には入ってませんね。ロックアップ、グラウンドに持っていきます。スタンディングを取らせます。バックに回ります。バックドロップで叩きつけます。一気に締め上げる。ロープに逃れました。ガチッと組み合った。あっと切り返した。引き起こす。組み合った。10分経過。もうレッドゾーン入ってますね。もうここまで来ると気持ちで行くしかないですよね。はい。巻き投げで切り返した。起こした。ランニングでクリックアタック。立たせていく。精神力の勝負ですよ。コーナーリーフタータックルぶちかわし、組み合った。ロープに振ってブロックバスターで叩きつける。ノックブレイク、見栄を切った。ガジェット組み合った。コーナーリーフってていく。さあ渾身の力で締め上げる。これは完全に入ってますよ。抱えた。あっ、逆にパンチ。いけるか。コーナーに振って、なだる式のブロック。
スパークするのか、いけるか、スープレックスからそのまま回転地獄取り、ギブアップを宣言しました。実況席には桃田さんをお呼びしています。さあ両選手の間の出しご覧になってどうですか。そうですね、この舞台でねプレッシャーをどうエネルギーに変えていくか、そのあたりが重要だと思うんですけどね。なるほど、すごいプレッシャーをひしひしと感じますからね。エルボーを入れていきます。足を殺してまいります。キックを打っていきます。張ってまいります。ここまでまだ始まったばかりなんですが、序盤戦を見ていかがでしょうか。まだ流れはどっちのものとも言えないですね。ああそうですか。場外に落とします。リング下に降ります。ヘッドバットを打ち込んでまいります。掴んだ、腰を落とします。あっと金的か、腕を回します。あっとエビ固めで丸めていく。あっとキャッチした。リング上激しい戦いですが、レスラーっていうのは本当によく練習を行います。そうですよね、まあレスラーっていうのは練習することが仕事みたいなもんですから、当然なんですけど、練習するっていうことは要は自分の体を守るっていうわけですからね。確かにそうなりますよね。抱えます。フロントからのキック、組みに行きます。こういう技を見てても手見当たってますよね。まあ普通の人が見ると痛そうに見えるかもしれませんけど、レスラーは受け身の練習を嫌ってほどやってますからね。そうですよね、本当にレスラーは日々の努力と言いますが練習をよくしますもんね。そうですね、起こします。蹴ってまいります。この辺り館内もヒートアップしてまいりました。そうですね、すごい気合いですね。いいですよ、行くのか、逆に返します。引き起こします。腕をフックします。脇固めに持ってまいります。組み合います。対角線に飛ばした。ランニングしたらエルボー、
全体重を落としてまいります。ロックアップ、ボディースラムで投げてまいります。気合を入れてまいスリーパーホールドに入ります。ロープに逃れました。ロックアップ、あと返します。つかみます、キックで返します。行くのか、強烈に叩きつけてまいります。起こしてまいります。いや、こうやって倒れることが弱く見られることもあるんですが、これは要するに衝撃を受け流しているわけですからね。ああ、受け身を取っているというわけですね。そうですね。腕を殺してまいります。蹴りを見舞ってまいります。ガードします。エルボー組みに行きます。返してまいります。スタンディングを取らせます。腰を落とします。あとリバースで返してまいります。エビに固めます。カウントは2つ。掴みます。させません。ブレンバスターに取ります。ブレンバスターで繰り返します。バックに回った。バックに回ります。あとスクールボーイで丸める。ロープでブレイクしました。組み合います。切り返します。抱えます。あと逆に丸めていった。ロープブレイク。ブレンバスターに取ります。腕を取ってまいります。掴んだ。ヘッドを打ってまいります。コーナーに振った。ゼロサイン。カバーに入ります。ロープブレイクです。あと逆に捉えた。この辺りのグランドサッポーなんですが、いかがですか。そうですね、こうやって攻めることによって自分の展開っていうかペースに持っていきますからね。あ、そうですか。ゼロサインキック。館内も盛り上がります。ラフサッポーに転じます。ブロックします。起こします。コーナーに登る。そのまま台を浴びせます。ガードした。エルボー強烈、ストッピング強烈。ガジェット組み合った。投げていった。肉体を躍動させる。ピンポイントのドロップキック。組み合った。あっと返した。抱えた。打たせない。蹴り上げていく。いけるか。ロープに振ってエルボーを入れていく。腕をフックした。あと逆に投げていった。さあマフラーストレッチで強烈に締め上げる。小脇にか後頭部が悲鳴を上げる。バックドロップ。つかんだ。容赦のないヘッドバット攻撃。引き起こす。ガジェット組み合った。後ろに落としていった。雄たけびを上げた。抱き起こす。エルボー、ストッピング。そのまま足を取った。エルボー打ち込む。抱えた。シュミット流で倒していった。抑え込んで、ここは連続で持っていきたいですね。
ここで自分の中に持っていきたいですね。ロープに振った。15分でドロップキック強烈。15分で立たせていく。重いですね一発が。ムーンサート。どっから来るんですかこの力は。そうですね、意地じゃないですかね。もう気持ちだけですよ。おっと曲がれていった。カウント2返しました。首根っこを掴んだ。ヘッドバット連打だ。起こした。エクストラリノタバッパン。カウント 2.8。 そうは今夜は下ろしません。 DDT 脳天。それがポイントになると思いますね。ありがとうございます。サソリ固めに入ります。ありますロックアップ。コーナーに振って
ボディアタック強烈、背後からキャメルクラッチに移行してまいります。ロープブレイクです。行くのか、ロープに振って全身でぶちかましてまいります。ラフサンボーに転じます。リング下に降ります。ここでタッチです。リング下に降ります。掴みます。モーテンへのチョップです。組みに行きます。フライングメイヤまいります。蹴りを見舞ってまいります。組み合います。フロントのヘッドロックに取ります。ハンマーを振りかざします。こういう執着心よろしくですね。痛めつけられますと苦しいですよね。まあそうですけど、勝負ですからね、仕方ありませんよ。そうですよね。腕を回します。ストマックを狙ってまいります。掴んだ。ハンマーを打ち込んでいきます。掴んだ。させません。スイッチしてまいります。蹴ってまいります。キックを打っていきます。あっと、キャッチした。こういう攻め方はうまいですよね。今はこういう攻め方をできる人はあんまりいないですからね。あ、何かレトロな、それでいて新鮮なリング上って感じですね。そうですね。いや、キックが顔面を捉える。リング上は首四の字固めであります。ロープに逃れました。乾いた音が館内に響きます。ガードします。あっと、ラリアット。ブレンバスターで切り返します。フロントに捉えます。パンチで返します。行くのか、ロープに振った。抱えます。逆に投げてまいります。掴みます。耐えます。あっと、逆に捉えた。バックに回りまく、返してまいります。ストンピングです。掴んだ。プロとして試合をしていく上でやっぱり重要なのはいかに頭を打たないかということなんですよね。いや、そのためにレスラーは意味を本当に何十回も練習しますからね。ああ、まさにそのあたり、日々の鍛錬というわけですね。もちろんそうですよ。足に照準を絞るのでありましょうか。気持ちが前に出る姿っていうのは見ていても気持ちいいですよね。そうですよね。なんかスカッとしますよね。ランニングしたらエルボー起こします。腕不思議に取ります。10分経過、10メレッツゴー。組み合います。ヘッドロックで締め上げてまいります。ロープにブレイクしました。立ってまいります。掴みます。アップエルボー。掴んだ。突っ張り、突っ張り。今クリーンヒットしましたね。はい、グロッキー状態か。そのままプレスしていった。いけるか。強烈に叩きつける。エルボードロップ強烈。
すごい音がした。そのまま足を決めていった。組み合った、逆に返した、一気に締め上げる。岸壁の母の胸に抱かれました。スイッチ。ガジェット組み合った。コブラが締め上げていく。もうレッドゾーン入ってますね。もうここまで来ると気持ちで行くしかないですよね。はい、蹴り上げていく。腕を回した。あっと、逆に投げていった。キック強烈。いけるか。コーナーに振った。ラリアット、ストッピング、ストッピング強烈。抱えた。そのまま叩きつけていった。15分経過。15分経過。組み合った。巻き投げで切り返した。ここでタッチだ。のど輪に捉えた。合掌ひねりで叩きつけた。ラリアット投げ倒し。起こした。強烈タックル、体を預ける。カウント、トゥー。ガジェット組み合った。コーナーに振ってサマーソルトキック。立たせていく。首根っこを捕まえて、あっと返した。
対角線に飛ばした。あっとカウンター。さあタッチ。エルボーを入れていく。ガチッと組み合った。ロープに振った。カウンターのパワースラム。返してまいります。あっとキャッチした。させません。張ったー。のど輪か。エルボーで返す。あっと逆に捉えた。起こした。あっと返した。バックに回った。あっと返していった。そのまま締め上げる。ハンマーパンチ強烈。25分経過。25 minutes go。 首根っこをつかめて。あっと合掌ひねり。カウントスリーが入りました。腰に巻かれるベルトとともに、今2つの魂を1つにしてチャンピオンチームが入ってまいりました。
ーのゴングが打ち鳴らされました。さあ桃田さん、正直見どころはどういったところになりますかね。そうですね、互いに今日は負けるわけにはいきませんからね。最後はもう意地と意地のぶつかり合いになるんじゃないですかね。そうですか。さあではそのあたりを注目してまいりたいと思います。ロックアップ、投げてまいります。ラフ三方に転じます。組み合います。フロントからの締めを見せてまいります。ハンマーを打ち込んでいきます。ストンピング、蹴りつけてまいります。腕をフックします。ブレンバスターで切り返します。組みに行きます。あっと、そのまま倒します。打ち込んでまいります。腕を取ります。肘を打ち込んでまいります。掴みます。エルボーを入れていきます。スイッチしてまいります。行くのか。水車の要領で落としてまいります。切り返します。ドロップキック。このあたり負けん気の強さというものが出ていますよね。そうですね、気持ちでは負けられませんからね。そうですね。フロントに捉えます。よくスープレックスはへそで投げろなんて言いますけど、今なんか見ててもちゃんとそれができてますよね。ああそうですか。そのあたり今太鼓判が押されました。パンチで返します。腕を回します。逆に投げてまいります。立ってまいります。抱えます。させません。ロックアップ、逆に振り返した。顔面から落としてまいります。ここでタッチです。ロープに逃れました。組みに行きます。倒してまいります。ドロップキックであります。掴んだ。キックで返します。行くのか。コーナーに振った。いや素晴らしい動きですね。そうですね、素晴らしい跳躍力ですね。はい、ブロックします。踏みつけてまいります。組み合います。逆に倒します。あっと、張った、張れて攻撃。ロープブレイクです。館内に響きます。サミング、ストンピングを叩き込んでまいります。スタンディングを取らせます。ドラゴンスーパーク。さあ勝負の分かれ道はどのあたりになりますかね。ちょっと僕にも想像がつきませんね。逆にバックに回った。腕を取って切り返した。キック、水平打ち、ブロックした。起こした。ストッピングを叩き込む。気合を入れた。バックに回った。エルボーで返す。ここでタッチだ。ガチッと組み合った。バットを切り返した。バット、腕を決めていった。組み合った。逆に返した。
10分経過、10メレッツゴー。腕を殺していった、腕を壊しにいった、いけるか、あと逆に投げていった、全体重を乗せたエルボー、ガチッと組み合った、あっと返した、ストッピング、引き起こす、いけるか、あと逆に返した、膝へのドロップキック、記憶が飛んだか、さあ腕しぎの体勢だ、岩壁の母の胸に抱かれました、首根っこを掴んだ、あっと逆に蹴っていった、組み合った、逆に返した、いけるか、あと逆に返した、そのまま体が固め、カウント2つで返してまいります、掴んだ、あと逆にキック、ガチッと組み合った、あと返した、見栄を切った、抱き起こす、小脇に抱えた、エルボーで切り返す、ドロップキック、的確であります、頭を掴んでバク転キック、破れかぶれ、容赦のないドロップキック、立たせていく、あっとエビ型に流れていく、2カウント、まだ足りません、組み合った、逆にロープに振った、おっとトリッキーに並べていった、カウント2、ガードした、さあタッチ、ロチンを落としていった、掴んだ、容赦のない攻めだ、ロープに逃れました、ブレンバスター行くのか、ブレンバスターで切り返した、もう放送席まで痛みが伝わってまいります、あのね、これは相当きついはずですよ、ラフに転じる、ガードした、ラリアット、さあがっちり入ったぞ、これは強烈に決まってますね、すごい顔で打つ、抱き起こす、ブロックした、トップロープを奪う、ダイビングバディプラス、3つが入りません、エルボーを打ち込む、サイドを取った、サイドからバックトラップ、立たせていく、おなじみのサムズアップで何かを確信した、コーナーに振った、ナダル式のフィッシャーマンズスープレックス、2カウント、あと逆
ックに捉えた。今危なかったですね。そうですね、危なかったですね。起こした、組み合った、コーナーに振って、あとコーナーに据え付けた。ボーイのロングフライト、ミサイルキック。ここでスイッチ、地獄のツープラトン。腕をフックした、ダブルアームスープレックス。蹴り上げていく、ドラゴン行くのか、エルボーで返す。肉体を躍動させる。次十字固め、ここでロープブレイク。ガジェット組み合った、対角線に飛ばした、あとコーナーに据え付けた。ラリアットなぎ倒し、引き起こす、いけるか、強烈ダイヤモンドカッター。ここでタッチだ、ここでスイッチ、ガードした、いけるか、ボディスラムで投げつける、カバーの体勢、ロープブレイク。組み合った、コーナーに振った。あと耐えた、エルボーで切り返す、組み合った。ブランケンシュタイナー、リタイナーと思ってました。ここでロープブレイク、組み合った、対角線に飛ばした、あとコーナーに据え付けた。ドロップキックが突き刺さる、強烈に決めていった、ロープブレイク、ブロックした。さあタッチ、フロントに捉えた、フロントスープレックスで引っこ抜いた。立たせていく、スピア強烈、カウントは入る、ロープに逃れました。Thank you.
感じますからね。蹴りを見舞ってまいります。レッグロックに捕らえます。エルボーを入れていきます。エルボースピンキック組みに行きます。場外に落とします。相手を挑発してまいります。ブランチャー抱えます。させません。蹴ってまいります。ドロップキックを放ってまいります。リング内に戻ります。呼吸を整えています。リング内に戻ります。ここでタッチです。腕を捉えます。こういう執着心よろしくですね。痛めつけられますと苦しいですよね。まあそうですけど、勝負ですからね、仕方ありませんよ。そうですよね。ドロップキックを見舞ってまいります。立ってまいります。行くのか。逆に切り返します。ニードロップ、キックを打っていきます。ロックアップ、逆に投げてまいります。切り返します。膝を狙ってまいります。組み合います。巻き投げで切り返します。引き起こします。あっと、叩きつけてまいります。返してまいります。トップロープを奪う。ここは戻ります。スイッチしてまいります。ドロップキック、回転してのキックです。組み合います。あっと、返します。起こしてまいります。掴んだ。エルボーでブロック。こういう技なんですが、次の日ミミズバレになるんですよね。そうですね。でもレスラーは逃げることを許されませんからね。ストンピングを叩き込んでまいります。あっと、エルボー肘を打ち込んでまいります。あっと、エルボー、エルボー一気にスパークするのか。先頭落としていった。立たせていく。いった、タイガードライバー。
戦になってまいりましたね。そうですね、ここからはスタミナ勝負になってくるはずですよ。抱えた、あと逆に投げていった。カバーの体勢、カウント 2.5、 組み合った、コーナーに振った、ボディアタック強烈、ここでタッチだ、蹴っていった、ブロックした、放っていくのか、トップロックから飛んでいった、引き起こす、キャッチした、今危険なタックでしたよ。ノーテン粉砕か、腕を回した、ブレーンバスター、そのまま垂直に抱える、あとうまく切り返した、そばっと鋭い、奥歯を噛みしめた、裏カンナラで固める、ガンペグのパワーの胸に抱かれました、あとホイップしていった、片エビに持ち込む、肩が上がります、ここでスイッチ、ブレンバスター行くのか、フロントキック、フロントに捉えた、あと逆にパンチ、ガジェット組み合った、場外に落とした、グラインググラインググラインド攻撃であります、起こした、頭を掴んでさせません、あと逆に捉えた、リングに戻ります、いけるか、五臓六腑に染み渡る、腕をフックした、キック、アットキック、スピンしてのキック、抜くのか、リバースで返した、ああ意識朦朧か、抱き起こす、フルネルソンの体勢、バックに回った、あっと返していった、ガチッと組み合った、あっと倒していった、ガードした、抑え込んで、トゥーカウント、まだ足りません、あっと逆に腕を取った、反撃するならここですね、ここから突破口を開きたいですよね、頸動脈を絞り上げる、腕を回した、バイバスターで叩きつける、頸動脈を締め上げる、ここでロープブレイク、バットキャッチした、打たせない、逆に捉えた、足を決めていった、ロープブレイク、さあタッチ、蹴り上げていく、首根っこを掴んだ、エルボーで切り返す、エルボー強烈、一気に行くのか、起こした、ドローバー、ロープに逃れました、ガードした、グラインググラインググラインド攻撃であります、バックを取って、後頭部が悲鳴を上げる、バックトラップ、引っこ抜きか、あっと返した、抱き起こす、
腕をフックした。タイガードライバーが決まった。もう精神力としか言いようがないですね。意識はないと思いますよ。完全に無意識で返してますよね。引き起こす。こすり手を回した。ノックか。ジャーマブリッジする。ノープブレイク。組み合った。逆に返した。膝を壊しに行った。立たせていく。ラリアット強烈。あっと逆に切り返した。ここでタッチだ。起こした。いけるか。逆に振り返した。なだらしきフランケンスタイナー。雪山総大約1名。ブレンバスター行けるか。ブレンバスター。おっとこれは対空式。引き起こす。おっと丸めていった。いただきました。両者の表情なんですがね、どのようにご覧になりますか。まあ両選手ともいい顔してますよね。体調もいい証拠じゃないでしょうか。となりますといい試合を期待したいところですね。そうですね、期待できるんじゃないでしょうか。ランニングしたのエルボー。引き起こします。ロックアップ。フロントからの締めを見せてまいります。ハンマーを振りかざします。行くのか。ボディスラムです。絞り上げてまいります。ロープに逃れました。ブレンバスターに取ります。強烈に打ち込みます。抱えます。簡単にはいきません。組み合います。返してまいります。エルボードロップ落としてまいります。キック攻撃を見舞います。腕をフックします。ブレンバスターで切り返します。掴んだ。
首筋を捉えます。ランニングしたのネックブリーカー、スリーパーに捉えます。ロープにブレイクしました。ここでタッチです。リング下に降ります。バックドロップの体勢、エルボーでブロック、ハイキック、チョップが唸ってまいります。組みに行きます。リング内に戻ります。キックを打ってまいります。強烈なキックです。それにしても一瞬たりとて目が離せませんね。そうですね、両者とも調子がいいんじゃないですか。あと逆に捉えた、テイクダウン。スイッチしてまいります。鋭いキックです。脳を打ち込みます。腰を落とします。ハンマーが襲ってまいります。組みに行きます。逆に投げてまいります。ハーフネルソンに取ります。ああ脳天通だか、引き起こす、エルボーで切り返す。うわ、踏み込みに入りましたよ。脳髄に響いたか、掴んだ。あと逆にキック、組み合った、場外に落とした、場外に降りる、チョップ首筋、全体重を落としていった。引き起こす、ジャーマンダゲステー。起こした、バックを取ってエルボーで返す。リングに戻ります。首根っこをつかんだ。あっと逆に蹴っていった。いけるか、あっと返した、頭を掴んで、容赦のない攻めだ。モンゴリアンを打ち込む。ここでスイッチ。ブレンバスター行くのか、逆に入ってまうか。お気をつけください。立たせていく。リングに戻ります。ここでタッチだ。
をつかんだ。手先にチョップ、ハーフネルソンに取った。ハーフネルソン投げっぱなし。一気にスパークするのか。起こした、腕を回した。これは受け身取れないですよね。デインジャラス直下式、ガジェット組み合った。対角線に飛ばした。あっとラリアット、腕をフックした。リバースで返した。反撃するならここですね。ここから突破口を開きたいですよね。さあタッチ、頭を掴んでマシンガンのようなキック攻撃。引き起こす、あっとキャッチした、あっと倒していった。ストッピング、あと逆に捉えた。後頭部エンジン、エルボーで返す。強烈なローダー、抜くのか。ハンマーを落としていく、掴んだ。させません、蹴りをぶち込む。気持ちだけで打ってますよね。はい、あとキャッチした、足を殺していった。きちん進化、ストンピングを叩き込む。いけるか、場外に落とした。場外に降りる、あとスイクル出す。リングに戻ります。リングに戻ります。ここでタッチだ。チョップ強烈、あとコーナーに据え付けた。強烈ヘッドバット、カバーした。ロープブレイク、組み合った。ロープに飛ばした、あと逆に返した。あと逆に腕を取った、ハーフネルソンスープレックス。ガジェット組み合った、ロープに振った。ランニングダックブレイクアタック、立たせていく。あっと逆に蹴っていった、あっと逆に捉えた。あードラゴンスクリュー、フィニッシュに行くのか。組み合った、コーナーに振った。あっとボマに持っていった。一気に行くのか。カウント入る、ロープに逃れました。イネって倒した、ドラゴンスクリュー。引き起こす、小脇に抱えた。バックドロップ、綺麗にこう描いた。うまく切り返した。抑え込んで、カウント3つ、カ
go. さあ、タッグの頂点を目指して手を組んだ男たち、今入ってまいりました。正直見どころはどういったところになりますかね。そうですね、互いに今日は負けるわけにはいきませんからね。最後はもう意地と意地のぶつかり合いになるんじゃないですかね。そうですか。さあ、ではそのあたりを注目してまいりたいと思います。エルボーを入れていきます。逆に投げてまいります。肩をつけます。ロープブレイク、ロックアップ、ロープに振ってキック攻撃を見舞います。掴みます。鋭いキックです。ギロチンドロップ、組みに行きます。拷問コブラの体勢であります。ロープに逃れました。取ってまいります。ガードします。引き起こします。させません。ここでタッチです。合体してのパワーバー、起こします。パンチで返します。行くのか。ボディースラム、顔面が歪みます。組み合います。そのままグラウンドに持っていきます。おなじみのポーズです。蹴ってまいります。パンチ攻撃です。あっと、キャッチした。バックに回ります。バックを取ります。ハンマーが襲ってまいります。抱えます。ブレンバスターで切り返します。組み合います。逆に返します。ニーを落としてまいります。意地を打ち込んでまいります。トップロープを奪う。お、高いところから一気に叩きつけた。腰を落とします。あっと、スクールボーイで丸める。カウント2つで返してまいります。顔面ハイキック、こうやって攻められると厳しいですね。後で踏ん張りが効かなくなりますからね。ああ、そうですか。ローを打ち込みます。この辺り館内もヒートアップしてまいりました。そうですね、すごい気合ですね。いいですよ。スイッチしてまいります。バックエルボー、蹴りをぶち込みます。リング下に降ります。腕を回します。
あっと、エビが食べて丸めていく。張ります。お気をつけください。ローを打ってまいります。膝へのキックです。スタンディングを取らせます。腕をフックします。リング内に戻ります。ここでタッチです。フロントからのキック。あっと、逆に捉えた。パンチで返します。フロントに捉えます。させません。ブレンバスターに取ります。耐えます。キックを打っていきます。キックを打ってまいります。蹴りを見舞ってまいります。ブロックします。あっと、逆に捉えた。パンチで返します。抱えます。リバースで返します。カイナ力で締め上げてまいります。ロープにブレイクしました。スイッチしてまいります。10メレッツゴー。強烈なキックです。足攻めに転じます。リング下に降ります。リング内に戻ります。相手を挑発してまいります。ロックアップ返してまいります。起こしてまいります。ストラックに突き刺さります。掴んだ。弓を引くナックルであります。キックで返します。腕をフックします。ブレンバスター高速で投げてまいります。引き起こす。エルボーで返す。ブロックした。今クリーンヒットしましたね。はい、グロッキー状態か。立たせていく。円錐蹴り。ローキック強烈。担ぐか。エルボーで切り返す。トップロープを狙う。リングに戻ります。あっと、キャッチした。あっと、逆にパンチ。
く燃えるこの男、新世代革命児秋山純が堂々と入ってまいりました。崇高なる王者が GHC のベルトを腰に入場してまいります。本日のメインイベント、秋山 GHC ヘビー級選手権試合60分一本勝負を行います。青コーナー挑戦者、250ポンド秋山純。秋山赤コーナーチャンピオン小川、210ポンド小川吉田リー。レフリー西永修一。秋山。打ち鳴らせ、今ゴングだ。さあ桃田さん、見どころ満載の今日の一戦なんですが、どのあたりに注目されますか？そうですね、この試合お互いに負けるわけにいかないですからね、そのあたり注目じゃないかと思いますよ。なるほど、まさに意地と意地の戦いといった感じですね。そうですね。ブロックします。相手を挑発してまいります。エルボー組みに行きます。投げてまいります。ドロップキックを放ってまいります。あっと、キャッチした。ここまでまだ始まったばかりなんですが、序盤戦を見ていかがでしょうか？まだ流れはどっちのものとも言えないですね。ああそうですか。テイクダウン、起こします。掴んだ、サミング、腕を捉えます。腕を殺してまいります。掴みます。小気味のいいパンチです。蹴りを見舞ってまいります。あります、行くのか。ロープに振ってジャンピングに腰を落として逆エビ固めの体勢です。張ってまいります。組み合います。逆に肩をつけます。返してまいります。抱えます。 GHC ヘビー級タイトルの獲得で、改めてそのスーパーテクニックを満点下に知らしめた小川義成、どんな攻撃も受け流し一瞬の隙も見逃さないクレバーさはまさに天下一品であります。驚異の小川マジック、その種は決して見破れません。切り返します。腕をフックします。振りほどきます。こういう打撃系の技はね、そりゃガードした方が楽なんですよ。だけどレスラーっていうのはあえて相手の技を受けるぐらいの懐の深さがないとダメなんですよ。そうですよね、そこがレスラーの凄みですよね。そうですね。ロックアップ、グラウンドでの攻防に持っていきます。組み合います。逆に返します。ストンピングです。行くのか。あっと、逆に切り返した。肩が上がります。掴んだ、キックで返します。ロックアップ、逆に投げてまいります。返してまいります。このあたり気迫がすごいですね。そうですね、いい顔してますよ。リング下に降ります、リング下に降ります、
ブレーンバスターに取ります。簡単にはさせませんね。そうですね、今のは読んでましたね。させません。逆に捉えた。エンジン切り、ラフサッポーに転じます。ガードします。スタンディングを取らせます。組みに行きます。逆に倒します。リング内に戻ります。リング内に戻ります。行くのか。逆に返します。クラシカルな技を繰り出してまいります。バット、キャッチした。足を殺してまいります。蹴ってまいります。ロックアップ、サイドからコブラツイストの体勢。腕を回します。ブレーンバスター、高速で投げてまいります。この辺りどうでしょうか。まだ完全には入ってませんね。組みに行きます。返してまいります。ストンピング、蹴りつけてまいります。抱えます。パンチで返します。抱えます。逆に投げてまいります。フロントからのキック、腕をフックします。ブレンバスターで切り返します。10分経過、10ミリットゴー。行くのか。エクスプロイダーが決まった。ジャンピングしてのエルボー、そのまま体固め。技の仕掛けが早いですね。勝負にいってますね。ええ、腕を取った。腕を壊しにいった。ガードした。バックに回った。小脇に抱えた。バックドロップ、抱き起こす。ドロップキックが突き刺さる。一気に決めていった。ノープブレイク。ドロップキック、膝組み合った。逆に振り返した。DDT、クビレックはへし曲がった。片エビに持ち込む。ロープに逃れました。コーナーに振った。ストッピング、起こした。取り上げる。逆に捉えた。バックを取って外した。出すのか。今頭打ったんじゃないですかね。脳天したたか打ちつけたか。ガチッと組み合った。あと逆に返した。抑え込んで岸壁の母の胸に抱かれました。サイドを取った。耐えました。いけるか。ロープに振った。ピンポイント、膝ガチッと組み合った。強烈に締め上げる。ハンマーを振りかざす。カウント入る。コメントお願いします。ロー選手の頑張り。そうですね、ここからどっちが技を畳みかけるかですね。15分経過。うまく切り返した。15ミリット。バックを取ってエルボーで切り返す。一気に両立するのか。エクスプロイダー、いけるか。テ